はい、出てきましたおじいちゃん。はい、というわけで、前回ひたすら動画で唯一弾けなかった残りの1枚をようやっと弾けました。とは言ってもね、あれからちょっとしかやってないので、多分110何枚ぐらいですかね。それでようやっと揃いました。はい、というわけでラウドループ登場でございます。これで、今回は全部コンプしました。とはいえね、カップ戦が多分未消化で終わっちゃうんで、全部コンプはちょっとできなかったかな。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけでちょっとね、やっとラウドループを引いたんですけれども、まあね、ちょっとカップ戦がね、ちょっと未消化になりそうなんで、全コンプはできないかな。ちょっとね、そればっかりはね、しょうがないですけれどもね。そしてね、今回はちょっとね、致命的なミスをね、マグがしてしまいました。5試合やったんですが、これ金曜日のね、それをもう残業した後にやったんでね、結構遅い時間にやったので、もう5試合で帰りたかった。ね、ちょっとしたマグのミスがありますが、ちょっとご了承ください。ちょっとね、この試合はね、その中でもね、3試合目にやったやつなんですが、相手の方もね、S5 だったもんですから、なかなかね、ちょっといい試合ができたんで、この試合はお伝えしたい。ただ前回、途中からやり始めて面白かったんで、今回もオーバメアンをベンチでスーパーサブで起用するという方法で今回もやっていきたいと思います。なのでね、最初は左のサッカーから、アーセナル FC とカウンターアタックの重複バージョンでお送りしております。さあ、プレー再開です。最初にね、獲得したばかりのペペは活躍したんですけど、そこから先ペペがいまいち活躍しなくなってしまったんですが、何があったんでしょうかね。さあ、アンリ行ってこい、アンリ行ってこい。いやー、まあ、まあしょうがないよね。ファイブバックですからね、なかなかこう通過することは難しいですかね。はい、ここも惜しい。左へ。前半まだシュートを打てていない両チームです。ここで取り返す。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。ここでボールを失う。前へ送りました。ただね、ちょっとね、今回、やってみて、どんなプレーを見せてくれるのか。奪いました。ムスタフィがクリア。タッチを割ります。やっぱりね、中盤でね、結構ボールを奪われる傾向があるんで、最近プレースタイルをまだ一つ変えてみました。それがこの前にもね、ちょっと何回か言ってるかもしれないけど、センターラインあたりってね、なんかね、今はちょっと奪われましたけど、ここでね、あまり奪われる傾向が少ないので、まあ、センターバックよりかは大丈夫だろうということで、いや、ペペ、うまくかわしたんだけどな。あ、これはバッチリだったんですけどね。少し前に出ていました。いやー、まあちょっと残念。フリーキック、今のところではね、ペペ取られませんでしたね。まあ中盤、さらにはサイドバックのところでは、あんまりね、センターバックほど奪うことはないので、ペペでも抜いたりすることができるんでね。うちで言うと、それこそジャカとかパルティでもなんかここかわしたりするんでね、ここら辺はなるべく上ボタンを押さずに、ちょっとここもね、ほら、上ボタンを押さない、1人かわしてから行くみたいな、そういうのをね、ちょっと試してるところです。うまくいってませんけれども今ね、アンリもね、オフサイドならずいけたんでね、まあ、あれをね、ちょっと取り抜けることはなかなかできない。副審の旗が上がってオフサイド。クリスティアーノ・ロナウド、これはちょっと前に出ていました。こっちだけじゃなくてね、向こうもこのようにオフサイドは結構山のように取れるんでね、まあ、こういうゲームだと諦めて高いラインを保ってどちらもプレーするでしょう。だからいかにね、ちょっとそのスルーパスが取るかどうか。いやー、あともう一歩。今のなんかもね、サカなら意外とね、こう左サイドなら相手のサイドバックを狙うんだったら抜けるんじゃないかということでやりました。そして後半から、こういう変更をします。オーバメアンを入れてアンリを左に、でサカはもうスタミナ半分減ってるんでね、これで終わりと。でガナーズカウンターアタックの重複バージョンでいくと、この間まではね、多分ね、フリーフォーメーションでやったんですけど、フリーフォーメーションだとやっぱ戦術コストがたまらないんでね、ちょっとやっぱやんないようにしてますね今ね。
カウンターを仕掛けるため前線に選手が残る形となります。マグはね結構ねあのマンマークをねしたいんで、ちょっと今回もねなかなか狙った選手じゃないところで繋いでるんですかね。ホットラインブレイクは起きませんけれども、この位置でボールを奪う、ボールを運ぶデジェリンがここはなんとかクリア。チアゴシューバから前へ、ネドベルオフサイドの判定です。しっかりとラインを上げていました、はい、ね、なるべくね相手にね奪われたと同時にねちょっとね下ボタンを押してます。一回ちょっとプレスを入れておく、軽めに。そうするとなんかライン上がるようなそんな気がします。止めて奪われました、ここで奪われた。ちょっとね密集しちゃってるんでねしょうがないですね。これはね5バックだとなかなかああいうところ抜くのは難しいかな。ほら3人ちょっといるところ突っかかっていくのはダメかな。オバメアンもね一応ねあのオバメアン右寄りにしてるんですけど、もっと極端に右でもいいのかな。ボールを奪いました、一人で行く。さっきナチョに取られたねボールね。ナチョに取られるってことはもう3人目はセンターバックだから。はい、ということでここでね真っ暗になっておりますが、どうやらメモリーカードが満タンだったようです。はい、というわけで、4試合目5試合目もこれで取れておりません。戦うこの試合勝利を重ね頂点に近づくことはできるでしょうか。はい、というわけで、残念ながら映っておりませんでしたということで、これはね1試合目と2試合目をこれからお伝えします。3試合目の途中で切れてでね4試合目とね5試合目はね15秒だけ取れてたんですよね。なんですかねこれと思ったんですけど、ちょっとね途中でねだから気づいたんですけど、カメラの電源が切れてたからなんでだろうと思ったんですけど、単純にメモリーカードがいっぱいでした2ヶ月分のフッティスタが入ってました。さあキックオフ、今前半が始まりました。いやというわけでねちょっとね大失敗でしたね。ホームチームは433のフォーメーション、全くそれにね気づいてなかったってのもあってね、途中で気づけばねなんか削除できたんですけどね、全く気づかなかったからな、壊れちゃったのかなとかね、そっちを心配しちゃって。いやメモリーカードがいっぱいだってことにね気づいたのは 何気なく帰ってからだったというねあのメモリでねなんか使用容量みたいなのがあってもう満タンでしたね。そうかそういうことだったのかみたいな。おーよくこれ入んなかったな。これ枠に行ってくれないのは結構きついですよね。もうマグは助かったけど、もう一歩ドリブルしないといけないのかな。なんかこうダイレクトでシュート打ったり、なんか無理めにシュート打つとなんか枠いかないときって結構あるんだよな。それでもメッシやロナウドとかを使ってればそうはならないんだろうけど、まだラムジーだったからかもしれないね。ここで奪ってトーマスパルティ、身長185センチ、ガーナ出身、今日はセントラルミッドフィールダーの起用となります。今のはね、上ボタンを押したわけでもない中でのパスだったんで、ちょっと通ってほしかったな。あのね、ジャカとかね、パルティとか、まあそこら辺のセンターサークル付近では上ボタンを押さないのをね、ちょっと最近心がけてるんで。ほら、今のも、サラで出してるもんね。ボールを取り返す。でこれはオフサイドラインを超えていたようです。やっぱね上ボタンを押すとどうもスルーパス判定になることが多いんで、縦にただ合わせてほしいときにはねなんかこう上ボタンを押さない方がいいんだなっていうことで、ルーカスバスケスこの位置でボールを奪う。でもそれにしても今すごい苦労その仕方。さあサッカーここはもういい感じ。ああちょっとホットラインブレイクされちゃいましたけど、今のは狙ったスルーパスなんでね今のは悪くないですよ。ここでボールを取られる、左へ。ここで奪ってからこれもホットライン ない状態でのスルーパス、ありがとう。こういうスルーパスを待ってた。まあ今のもねキーパー飛び出してなかったら多分シュートは打たなかったから、どうだろう結局取られちゃったかな今のだったら。もう一個ドリブルしてる間はに取られそうだもんね。後ろがカンナバーロとセルヒオラモスだからね、多分間に合っちゃったかもしれないからね。今のはちょっとキーパー飛び出してくれて助かったかもしれない。アンリからサカ、ボールが奪われました。キミッチからルーカスパス、倒されてしまいました。ここからリスタートです。一応ねマグナリのねちょっと攻略法なんでこれが正しいわけではないんですが、トレイラ丁寧に足元を使う。このボールをこういうところでもねちょっとなるべく今上ボタンを押さずに、いや普通にパスミスこういうのやめてほしいな。回して
ホットラインブレイクをね、一回されちゃってるんでね。今ちょっとただ繋いでるだけになってますね。アーセナル FC が発動するだけで。指示した道筋を信じ、選手たちが動きます。どこで仕掛けるか。さあ、ここペペ、あと一人、ペペ一人。まあでもさすがにセルヒオラモス抜くのは無理だよね。まあ、マグの体感ではもうほぼ 100% 奪ってくるもんな、ないところで。この位置で多分、でもそれでも多分90何%ぐらいじゃないかな。抜けた試せないもんな、セルヒオラモス最近。おっと、これもいい感じ。ゴールキックになります、ね、これもちょっとね入ってほしかったな。今のはキーパーの飛び出しが良かったってことになるんですよね。積極的にボールでもあれでもね十分入るときは入るんで、アンリだからね。ボールが奪われました。ここでホイッスル。まあ、ただ今のでね2点欲しかったですね。このゲームに関しての1対0は怖いですからね。セットプレーで1回で手を取られちゃうし。後半はどんな戦術で、そうそう、今回ねそのメモリーカードのせいで入ってなかった4試合目5試合目なんですけど、4対1、3対1で負けたんですけど、そのうちのね7失点のうち4失点コーナーキックなんですよね。いや、なんでコーナーキックではよく失点するんだろう。コーナーキックで取れた試しがないのに、あの失点はほぼコーナーキックっていうね。ここでファウルを犯してしまったか。さあプレー再開です。アンリもプレスキック90とかあって結構高いんですけどね、なんかダメですね。全然コーナーキックあってくれない。前線付近でボールを持ちます。取り返しました。ここは切り抜けます。ライン割りました。ボールを投げ入れる。このボールを奪いました。ここをルーカス・バスケス。これは少し危険なプレーでした。フリーキック。そうだから結構ねあのこういうところからのフリーキック、これは無理だけど、もうちょっとね遠目からのフリーキックとかでも失点しちゃうんだよね、マグってね。でもね逆にこっちがそういう形から点取るっていうケースがないんだよね。どういう、あ、これはいいスルーパス。オーバメアン取ったよ。今の取ってくれたらバッチリだったね。スピードを生かし決定機を作り出します。ここで奪われた。いや今みたいなのもね多分スルーパスだからダメなんですよね。上ボタンを押さなかったら多分縦パスでトラップしたと思うんですよね。このパスそこら辺をねちょっと、ね、最近意識してこの辺も上を押さない押さない。おっとホイッスルで一旦試合が止まります。ここからリスタートです。そうここら辺のフリーキックからね失点することあるんですよね。今回もそれで失点1個あるんですよね。パスを送りました。今みたいなのじゃなくても本当ゴール前に送る感じのやつ。ここは一人で行く。でまあクリスティアーノ・ロナウドがなんか胸トラップボレーみたいなのが発動しちゃうっていう。オフサイドの判定。オフサイドだったけどこれ今マグのゴールキーパーボタン的確だったんじゃないでしょうかね。今のは勇気を出してゴールキーパーボタンを押しましたよ。さあプレー再開です。ここで交代のようです。ティアにチームでロングスローに定評がある選手です。ワンタッチ。さあね、やっぱりオバメアンを入れている以上ね、ちょっとオバメアンにボールが行ってほしいんですけど、なかなかボールが行かないですよね。ずっと相手のペースで。これはオフサイド。ここまで走らせといてオフサイド。見事なオフサイドトラップです。ここで選手がピッチに入ります。でこちらもね、ちょっとメンバーを変更でジャガに変えてセバージョス。だセバージョスがなんかあんまり活躍しないんだよな。もうそうなってくるとコスト下げてウィロックでもいいかなぐらいの気持ちになってるんだよね今。ボールが奪われました。スローインになります。でもねちょっとねジャカもねパルティもねあのトレイラはね90分持つんですよね。スタミナ結構あるんですね。マンマークさせてんのにスタミナが持つ。カウンターを仕掛けるため前線に選手が残る形となります。パスを出すよう声を出します。さあここペペ、いやーこれも入ってほしいな。ファインセーブです。もう一個ドリブルする余裕はないだろうな。セルヒオラモスだもんな。そしてほら入らないの。コーナーキックはねこっちのは入らないんだよ。こっちのは入んないんだいつも。気がつけば試合も終盤。前に出すワントラップ。さあここから反撃が始まるか。ワントラップ。さあペペ、もう一回ペペ。いやこれは今見事だったんですけどね、しょうがないですね。今のは狙ったスルーパスってやつですね。ああこれはもう惜しいな。フリーキック。でもこれはもうね分かって出してるんで、もうオフサイドになったらなったでしゃあないと、そういう感じでもう上ボタン押せます。今のは相手のセンターバックをつるまで待ったって感じですね。トレイラックからオバメア。
右がセルヒオラモスなんで、セルヒオラモスを待ってからのスルーパスですね。あ、でもこうやって見てみるとあれなんだ、カンナバーロのところが74の数値になってるから、あ、そっちにオバメヤン入れたら意外と抜くのかな。さあこれもいいスルーパス。さあ釣った。さああとは縦パス、縦パス、あー惜しい。今のもね、上ボタンを押してたんで、センタリングじゃなくてね、普通に縦に合わせてくれたら1点もののシーンになったんじゃないでしょうか。あ、でもシュート4本か。マグの中ではこれだけやれたら大したもんだ。この対戦を行います。熱戦が期待されるこの試合に注目です。はい、3試合目ランクマッチ、今度も S5 ランクですね。ランキングに関わる重要な一戦をお送りしてまいります。でこれがね、2試合目に取ったやつになっております。いやでもね、今回はねちょっとね申し訳なかったですね。もう間もなく、まあちょっとね、4試合目5試合目の方はね、ちょっとカメラの調子がおかしいっていうことの方に集中しちゃったもんですからね、成績も出なかったっていうんで、まあ別に動画撮れてなかったらなかったでまあいっかっていうね。なんで電源切れんだろうとかばっかり気にしちゃってたからね、ちょっとね、やっぱプレーに集中してない時ってのはね、結果も出ないもんですよね。ただね、総じてね、どっちも先制点はこっちが取ってるっていうね、それをね下手したら勝ってたかもしれないのに、ちゃんとやってたら。うわー、これはこれはナイスキーパー。レノが得点を許さない形となりました。慌ててマンマン来てますね。今ねちょっとね、やっぱりゴールキーパー飛び出した分だけ入っちゃったんですけど、今みたいなねシュートもね、マグね、こっちがやったことないかな、あんなニアでヘッドなんて、あんまり見たことないんだよな、こういうの。ああいうスラッシュでヘッドみたいなね。でしかもね、決めたのがネイマールからビジャでしょ。いやちょっとね、マグのコーナーキックがなぜ入らないのかね、ちょっとそこら辺の謎が全く解明できないんですが、ここで奪われた。でもアンリー以上にね、蹴れる人がいないんですよね。だからまあ他に蹴れるのはね、多分エジルとかなんだよな。左を振りました。中央へ。なんでセバージョス、うん、あ、でも今リアルのアーセナルでキッカー務めてるのって誰だろうあれ誰だったろう。下手するとサカとかが蹴ってるかもしれんな。あ、ティアニーだって蹴れるよな。ワントラップ。あ、ジャカとかもかな。選手たちがどう動くか。ここで奪い返された。トラップ。今のもね、ちょっとね、フォワードがせっかくボールを持ってるけども、ドリブルすらさせてもらえないんでね、今みたいなシーンでね、あえてね、前半はアンリでちょっとこう相手にダメージを与えて、後半オーバメヤンっていうのが理想なんですけどね、多分数値で上回れば今みたいなシーン勝てるんじゃないかななんて。セルヒオラモス以外止めてボールを奪います。選手たちが監督の指示に応えるべく。いや早いな、セルヒオラモス。サカがかわいそうなぐらい早かったな今。左に出しました。奪います。ムスタフィがここで落ちます。ちょっとね、ここでね、センターバックが取りちゃうんだよな、うちな。今後ろね、誰もいないです。誰もいないです今後ろ。危ない。フランス出身、今日は左サイドハーフでの起用となります。ビジャ副審が旗を上げています。ちょっとね、あの中盤でね、ボールが行った時にはもうね、下ボタンを押してライン上げたいんですけど、ライン上げすぎ。今ムスタフィーだったら危ない危ない。センターバックですよ今の人。ボールを取り返す。縦へ送って相手ボールになります。通すことができない。味方同士で邪魔し合う。サペペもう一人。いや、またセルヒオラモス。いやー、今のセルヒオラモス来ちゃうんだ。左センターバックの人なんですけどね。ネイマールが個人突破。奪います。これは左センターバックでいいんだよね。ここでボールを失う。真ん中チアゴシウバで左バランだもんね。だから今ペペが2人かわしたのってセンターバックを2人かわしてるんですよね。だからもうその時点でねバッチリなんですけど、さらにセルヒオラモスまで来られちゃう。一時ねマグがやってたあのミドルあたりでもう、あ、バレえ
バイタルあたりでもうミドル打っちゃうっていう作戦だったんですけど、ね、あのそれをする理由がこれで分かりますよね。セルヒオ・ラモスがね反対側からやってくるんだだからね来る前に打っちゃうっていうのが一つの戦い方でね、一時ちょっとそれやってたんですけど、今のはなんかまさにやればよかったですよね。またセルヒオ・ラモス縦へ送りました。ここで奪い返します。ムニエがパスカットに入りました。さあアンディ左サイド、セルヒオラモスがやってくる。ああやってきちゃった。まあでも今のタイミングでシュートなかなか打てないかな。ここでホイッスル。前半45分が終了です。ね、というわけで、マグがね今ペペ、さらにアンディ、2回ぐらい3回ぐらい多分、うまくいけばね、ディフェンダーと1対1っていう形を取っててもセルヒオラモスには勝てない、そういうことになってるんで。ただちょっと今シュートチャンスもなかったな。できればねもう一個持ったタイミングでも打ちたいですね。今のだとちょっとセルヒオラモスの方がベストタイミングでやってきますね。あ、そうだ、サカも1対1なのにセルヒオラモスに取られたな。さてこれで途中交代のオバメヤンの数値の方がセルヒオラモスより上回っております。これだったらセルヒオ・ラモス無双のゲームにならないんじゃないかっていう、そういう理由で今起用します。さあジャカが奪ってオーバメヤーン。今日はこの形でゴールが2回決まりましたね。ジャカ奪ってオーバメヤーン。で今のは完全にセルヒオ・ラモスを釣ったんで、ここにセルヒオ・ラモスはいないんです。バランとチアゴシウバではオーバメヤーンは止められませんでしたね。だから今後はねセルヒオ・ラモスがいるところから攻めてスルーパスのために釣るそういうのも面白いかもしれないですね。ほらバラン取れなかった。バランが今取れませんでした。ブツケスで取ったって感じ。いやバランなら抜けるかもしれない。ボールが奪われました。リジャから左へボールを奪います。ブツケツ、これは少し危険なプレーでした。フリーキック。だからねちょっとね今後はフォワードの位置ちょっと変えてみるかな。もっと端っこでもいいのかな。ここで選手たちにパスの指示が。うん、5バック、おっとこれいい、これ入ってて欲しかった、これ入ってて欲しかったツインシュートアンディとオバメヤンのツインシュート。残念、今綺麗だったな今。あれサムネにしようかな、今回なんかサムネ何にしようか悩んでたからな、あれにしようかな、ね、ツインシュート効かなかったな。さあ裏を取ったはずなのにちょっとオバメヤンのトラップが悪いな今の。ライン終わりました。裏行ってよ今の。ここで勝負に出ますね。というわけで途中交代で入ってきたオバメヤンの方が数値が高いとバランでボール奪えてないですよね。パスには注目です。トレイラーがパス。なので最近これをやり始めたっていうことです。残念ながらゴール前で取られるとちょっときつい。外してくれてよかったけれども。キーパーからリスタートです。さあプレー再開です。ちょっとあそこで取られちゃうとね。ちなみにマグもねああいうのでねオバメヤンのフォアチェックで取るっていうのはね狙ってるんでね。あのセルヒオラモスから奪うっていうシーンがね前あったんで。セルヒオラモスここにいたよ今。どんだけ活躍するの。ボランチの位置まで来たよ今。さあネイマールが止められない、ネイマールが止まらない。ああいう風にねうちのフォワード陣も止められないっていう状況を作りたいんですけど、簡単に止まるんだよな。アンリーもオバメヤンも簡単に止まるんだよな。ね。前線に選手が残る形となります。さあまたジャカに変えてトーマス。ちょっとジャカが今回スタミナ結構減るの早いな。フリーキック。でもジャカのアシストで取ってるんでね2点ともね。どんな指示を与えるのか。さあこの戦術がここで機能するか。ここで取り返す。ここでボールを。さあまたネイマール。さあネイマール止まらない。いややられちゃいましたね。まあ、さっきからちょっとネイマールのドリブルをねうちが止められない状況がちょっと続いてたんですけど、素晴らしいシュートでした。今のはねちょっとスライディング間に合ってほしかったね。後半40分、ここからどういった試合展開になるのでしょうか。おっとホイッスルで主審が。さあ今のもねセルヒオラモスがかっ飛ばしてきましたね。セルヒオラモスここでイエローカード、ちょっと活躍しすぎなんでねちょっとイエローカードで。さあ今2対1で負けてるんですが、このフリーキック、このフリーキックなんですよ。なんとペペがドフリー、ドフリー、なんだそのヘボヘッドはしょぼいヘッドはなんだそれ。いやちょっとね
今のだったらなんか胸トラップからのボレーとかやってほしいんだけど、ペペって前一回それ見せてくれたからやってくれると思ったら、まさかのヘボヘッド、ひどいな。トラップするの待ってもね、間に合ったかもしれなかったですね。今のはねちょっとがっかりしちゃいましたね。ボールを受けます。もうラストチャンスだったんですけどもね。そしてここもまた取られてゴールと。さっきも言ったようにね、オバメヤンにはフォアチェックがあるんで、まさにねマグが狙っているフォアチェックからのゴールを相手にされてしまいました。いや、これをねマグも狙ってるんですけどね、うまいところでやられちゃいましたね。というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。ね、ほとんどセルヒオ・ラモス動画になってしまいましたけれどもね、サムネはツインシートにしようかな。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。